本日は松本電鉄上高地線の動画です。よろしくお願いします。松本駅の一番端側にある券売機でアルピコ交通グループの切符が販売されています。切符を購入したため改札に行きましょう。ここ松本駅で購入した切符は JR 東日本の改札に通して電車に乗ります。正面右端にある小さなモニターが松本電鉄の案内表示です。6時31分発の新島島行き始発電車でもあり、今回乗車する便です。松本駅でのアルピコ交通上高地線の場所を簡単にお伝えすると、駅の西にある北アルプスの方角をめがけて歩くという感じに似ております。ちょうど正面に北アルプス方面上高地の手前の山々が見えております。松本駅の6番線は大糸線です。7番線と互い違いのホームになっております。早速車内の扉から上高地がお出迎えです。前の運賃箱にお支払いください。JR 線から乗り継ぎのお客様は JR 乗車券または運賃。ご乗車ありがとうございます。この列車は新島島駅です。1駅目の西松本駅は松本駅から500メートルくらいしか離れてません。設定の上、通話はお控えください。また優先的に体の前に西穂高や北アルプスの姿が見えてきました。この広い松本盆地では避雷針が設置されています。香港からの観光客が車窓を楽しんでいました。山が近づき、この列車の旅もあと少しです。最後の停車駅が遠藤駅です。降りの際には忘れ物の向かいの線にお気をつけください。
JR 線から乗り越しのお客様は JR 乗車券、本社乗車券を一緒に改札口にお渡しください。本社乗車券をお持ちになっていないお客様は駅を降りて間もなく終点の新島島駅です。ここから少しだけ新島島駅を散策します。ここから先は山が険しいため終点となっております。新島島駅にはアルピコ交通と上高地の繁栄の神社が駅構内に設置されています。ご視聴ありがとうございました。